山田かまち7月21日から1977年8月10日は日本の画家、詩人。死後、遺作となった詩や絵画を収めた悩みは茨のように降り注ぐ山田かまち詩合集で広く知られるようになった。かまちの名前の由来は終戦直後に両親が読んだ歴史小説和島聖一著日本歴史物語の主人公の名前である。 その小説は、かあさともという少年が、石器時代を舞台に活躍するというものであり、両親は終戦直後であったので、この少年のように新しい時代を強く生きるように、という願いを込めた。また、かまちのひらがな表記の理由は、かまち自身が自由に漢字を当てられるようにという意図がある。群馬県高崎市出身。幼少より、絵画の才能を発揮した。 高崎市立倉賀の小学校へ入学。同級生に後にボーイとして活躍する、氷室京介や、松井爪松、ソプラノ歌手の出来田美智子がいた。小学校3年生の時、東京芸術大学出身で、後に、新島学園高校の美術科非常勤講師となる、竹内敏夫が、クラスの担任になる。その当時の冬休みの宿題で動物の絵を1時間、 あまりで描き上げる。これらの作品は竹内によって保管され、貴重な作品として、高崎市、山田かまち美術館に残された。後に、竹内はかまちを、当時の美術界のパトロン井上夫妻一郎に、引き合わせた。1973年、高崎市立倉賀の中学校に入学し、天文学に興味を抱く。1975年、 ビートルズなどのロックに傾倒する。氷室京介や松井常松とロックバンドを組み練習していたこともあった。この頃、プリーズミスター・ポストマンなどの作品を手がけた。高校受験に失敗して浪人、前橋市の英数学館に通う。この時期に多くの水彩画や素描、詩、物語、漫画などを描いた。1977年。 群馬県立高崎高等学校に入学。友人数人と学園祭で映画を作成し、出演するが、同年8月、自宅でエレキギターを練習している際に死亡。このギターは17歳の誕生日にプレゼントとして贈られたものであった。死因については、感電事故とされる。自殺説などもあるが、かまちの没後、母親が出版した本には、 改造したエレキギターの電源コードが原因の感電子と記されているが、この本自体はノンフィクションの人物伝として書かれたものではなく、様々な点で創作箇所があると指摘されている。また、ボーイの初期の代表曲である、モラルは彼の死をもとに作られたと言われているが、その歌詞の中には、あいつが自殺したって時も、という一節がある。 高崎市、山田か町美術館1981年、前橋市で、山田か町海外作展が開催される。1989年、井上夫妻一郎主催により、高崎市の画廊で、山田か町水彩列ン展が開催される。1992年、山田か町水彩列ン美術館が開館する。その後、同年12月に、悩みは、 茨のように降り注ぐ山田かまち東州が刊行され、1990年代初期には全国的なブームを呼んだ。かまの作品が美術や現代国語、社会の教科書などにも掲載されるほどであった。2000年、生誕40周年を記念した巡回展が全国各地で開催され、かま現象と言われた。2004年、母、千鶴子が書いた。 カマチの海を原作にした、電気映画、カマチが公開された。2014年、山田カマチ水彩列ン美術館が、高崎市の支援施設となり、高崎市、山田カマチ美術館に改称。カマチ人気について、精神科医の名だいなだは、暗闇の中に浮かぶ、小舟のように孤独な17歳の心に、カマチの作品はメッセージを投げかけるのだ。 強烈な選考を投票した。ありがとうございます。